マーティがギュイーンと解決、メタル女子のヘビーな悩み。テンション高い。相当切実な悩みをお持ちで、はい、はい、悩むなさそうなんだけど、この二人はまたそれはちょっとね、言いようによってはちょっと失礼になるかもしれない。さあ、今回のお悩みメタル女子はですね、鋼のボーカルのウユさんとギターのさくらさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、5人組のハーモニックメタルバンド鋼、青く爽やかなルックスからは想像のつかないハードなサウンドでメタルファンを魅了。最新のライブ DVD がオリコン DVD ランキングでデイリー1位を獲得。ありがとうございます。はい、とにかくね、今ノリに乗ってる、上メタルです。あ、鋼さんはツインギターで、もう素晴らしいツインギターのハモリとアンサンブル聴かせてもらいました。驚きましたありがとうございます。驚きました。なんかそういう意味でハーモニックメタルっていうのは、あのツインギターで表現できたら、そういうことですか。はい、聞いたことないハーモニックメタル、もうなんか我らで生み出したろうと思いまして。あ、素晴らしい。オーソドックスのちょうどアイアンメイデン的な部分と、彼女があのもうここぞという時に V をこうマイケル・シェンカーにね、はいはいはい、抱えるところとビブラートの感じとか、うん、マイケル・シェンカー好きなんだなと思って。いや、ありがとうございます。本当に。さあ、ではメタル女子のお悩みを聞いていきましょう。まずはギターのさくらさんのお悩み。女性なのか、あの筋肉があのつきづらいんで、あのギター練習してて次の朝にはもう筋肉が落ちて脂肪に変わってるんじゃないかって思うので、なんかいいそのギターの筋トレ方法とかありますか。へー、筋トレっぽいことですか。なんかその筋肉、そのギターをする上での筋肉は、あのギターの基礎練だけでやってるのか、それとも別の方法で筋肉をつけているのかっていう。あ、メタルピッキング強化サポーターとかつけてるのか的なことですよね。そういう感じの、どういうのやってますか。あのでもやっぱりなんか生理的に男性と女性の筋肉が違うと思いますので、例えばなんかのバンドのライブありますね、はい、でライブの時になんか1時間とか2時間でもやるんですかね。あ、ライブ手前大体1時間ぐらいじゃない。そうだね、ライブ手前はできないんですけど、普段は2時間ぐらい基礎練習するって感じですね。筋トレを2時間するぐらい。筋トレって基本的に何でやってるんですか。大体はあのこういうクロマチックとかの。あ、指の筋トレですか。はい、意味ないじゃん。あ、そうなんですか。意味ない、全く意味ない。意味ないんですか。全否定意味ない、全く意味ないですよ。あのなんでかっていうと、あの力、使う力は本当の筋肉の力じゃなくて脳みその力、心の力だから、引けば引くほどどのぐらい力が実は必要か無意識に決めるんですよ。でそんなに力いらないんです。全然力入れてない。でもなんか若いギタリストはすごい力入れて、で手が疲れるんですよ。だからそのうちに、まあ、そんなに力いらないじゃんと悟るんですよ。若い時ピッキングは強い方がいいって本に書いてあったけど、ピッキングは年を取れば取るほどこう軽い感じになってきてる。あの普段はどういう風に弾かれてるんでしょうか。なんかもちろんそれこそあの腕の35キロぐらいのやつをやって筋トレとかもしたりとか、なんかこういうクロマチックの練習を200超えるまで2時間ぐらい練習してるって感じですかね。実際にちょっとじゃあそのクロマチックをあの音を出して。これですよね。
とかのなんすかこの超絶テクなんか5テンプずつ上げてでここが疲れるじゃないですか。で次の日にはなんか落ちてるなってなっちゃうんですよ。なんか感じになっちゃうっていうか。ああ気にしないでほしい。気にしないでほしい。その同じ2時間を例えば自分の好きな曲を分析するとか、うん、自分の曲作りをちょっとなんか頑張って新しい曲作るとか、それの方が時間的にあの元を解くですね。そうなんだ、うん、いいこと言いますねすごい何言うのすごい。はい、お二人回答はいかがでしたか。いや本当に的確な回答ですごい解決してしまったんですけど、なんていうコスパが悪いっていうのも確かにその時間他のことにチャレンジして作曲面っていう上では分析っていうのはとてもいいなって思いました。うーんすごい、あそうしようって次から思えたので本当に解決しました。ありがとうございます。本当にはい見事ギュイーンと解決ありがとうございました。オーライオーライオーライ。正直言って、はい、もう完全にダメ口なんですけど、はい、それは怠け者のことですよ。あそうなんですか。筋トレて脳みそ使わないもんですよ、ギター的には、うん、できたら脳みそを使う練習の方がお得だと思います。なるほど確かに正直言ってそうですね。確かに確かに正直者ですね。最近曲作りを始めたんですけれども自分に合ったやり方がなかなか定まらなくて。曲作りはどういうふうにやられてるんですか今。最近コードをちょっと鳴らしてあこのコードいいなと思ったらそこに歌のメロディーをなんとなく乗せていくんですけど、で歌詞を当てはめるっていうふうにしたいんですけど、歌詞を当てはめる前にもうなんかメロの時点でもあなんかちょっと違うなやっぱこのやり方じゃダメなのかなっていうふうに学んでて。例えばコードじゃなくてとりあえず気持ちからメロディを出す。気持ちからメロディを出すんですよ。これも本当のやり方が一番オルガニックのやり方なんですけど、自分の気持ちをメロディにして録音する。妙理ララ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 ラ何でもいいんだけど、それを録音する。でプレイバックする。でそれ気に入ったら分析して、あじゃあその裏に G がいいとか F がいいとかいろいろコード進行、本当に自分のリアルの気持ちを分析するわけだから、最終的にメロディが一番大事です。何よりコードとかリズムとかいろいろあるなんですけど、メロディはつまらなければ何もないじゃん。だから今度の曲作りの時にいっぱい適当な歌メロを録音してみてください。でその10個の中に一つだけ好きだったら、その一つ何か魔法があるという理由ですね。だからその奇跡のやつ見つけたら、それをもしかして自分で、それかさくらちゃんか誰か他の人、あこのメロディどう思う、でその人メロディ聞いたら、あそれだったらこのリズム思いつくとか、いろんなやり方あるなんですけど、最初の段階は一番オルガニックのリアルな心からメロディを出してみてほしい。いいこと言いますねなんですけど、僕あのね、あの僕今こういうのどうかなと思う。あのコードをね、始めワンコード、この一音に対して、ね、ララ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 ンダ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 ン。で同じメロディをメロディキープして、で僕コード変わる、同じメロディを歌ってください。
ラリホー。おー今のいいね。あのメロディー、うん、まずワンノートに対して好きなことを歌えるように しといたら、両方の情報結構違うけど両方ともなんかの新しい扉が開けそうな、あの彼のワンコードすごくためになる。で僕コードなしのことも別のノミスの部分を使うから両方使ってみてください。はい、ありがとうございます、はい、見事牛インと解決。ありがとうございました。でもね結構あの洋楽の曲とかねヒット曲聴いても意外とこうワンコードでずっとねこうそこにメロディーに変化があったりとかね。面白いこと言いましたね。あの洋楽の方がコード数が少ないですよ日本と比べたら、あのほとんど 3,4 コードですね。あのメインストリームの曲なんですけど日本の曲ってなんかサビは頭からケツまでもう16コードぐらいあるって全然普通ですよ。あの生き物がかりとかあのコード数が非常に多いなんですが、最初にそのワンコードでメロディ作ったらレラティブコードをいっぱいつけたらそのコード数を増やせる。ネガティブコードあの、まあ、あのまあ例えばなんか E だったらあのこういうコード、つまりコードはあくまでも色付けっていうことですよね。そうです ね、はい、表情をつけるためのコード。はい、ステージ映えをするメイクの濃さは本当どれぐらいがいいのか、どんなメイクが可愛いと思いますか。ロイさん聞いた方がいいと思います。僕はねメイクをしてから必ず3メートル離れて見ることにしています。おなるほど。近くでそんな見ないもんね。ここで見ない、遠くから見て良ければいいっていう感じですね。まずこうステージに出る前に鏡の自分に向かって叫ぶんだ。お前は最高！最高！最高！必ず叫びますね。自己暗示させる。なるほど。さあいかがでしょうか。あの先輩方のアドバイスは。はい、これから3メートル後ろに下がって鏡を見るのと、お前は最高だと叫びながら、ライブ挑もうと思います。見事ギューインと解決。自分は最高。はい、鋼のお二人今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。さあロック藤山ではメタルバンドのお悩みを募集しています。申し訳ありませんが女性バンド限定とさせていただきます。あしからず。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。So please subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!